はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ガチャのお話をちょっとしていこうかなと思うんですけれども、このね、まあ、デラックス11連ガチャという優勝ガチャが来てたんですけれども、さ、これね、えっと、実はね、10日で終わるんですよね。まあ、10日っていうのは明日なんですけど、明日で終わるんですけれども、まあ、一応その年末年始からの下り、うーん、の、一応区切りとしてが16日なんですよね。 うん、まあ、クラちゃんが13まであって、で、まあ、金曜日から月曜日まで短期イベント挟んで、16で一旦その年末年始の流れは終わりで、で、まあ、新限定が出て、もう、そっからまた始まっていくっていう流れになるんですが、まあ、この10日で終わるということで、まあ、福袋はね、16日まであるんですけれども、まあ、ここのガチャが終わっちゃうというところで、 まあ明日ね、ガチャ更新が来るんじゃないかなっていうね、ところを含めて明日お話、明日じゃない <laughs>、お話がね、できればなと思うんですけれども。さあ皆さんどうですか <laughs> まあ、この締めになるところかな言ったらね、うん。この期間の締めになるところのガチャなんですけれども。まあ年末年始でね、去年と比べてまだ来てないところっていうのもね、まあまあちょこちょこ、まあ TS の復刻が来てないとかね。 うんそういったところもあったりとか、まあそもそも限定とかが違ったりとかで結構ね、やっぱ年末年始ね、昨年同様にはいかないというところがまあある中でなんですけれども、まあもしね、明日ガチャ更新が来るんだったらというところでえ更新していきたいなと思います。でまあちなみにまあガチャね、来るとしたらまあいろいろはい、可能性がありますけど何が来るかというところね。 まあ一応明日はメンテがね15分ぐらい入るようにはなってます。ちなみに。多分これガチャ更新のメンテだと思うので、はい。まあ、何かが来るでしょうというね。<laughs> じゃあ何が来るんだというお話をねちょっとしていきたいと思います。でまあちなみにね、メンテが出てからちょっと動画撮ってるので、ちょっとメンテ前に作ったね、ちょっとフリップとかもあるんですけれども、まあ15分しかメンテがないことでね、いろいろわかることもね、当然あるので、まあそこを含めてお話できればなと思いますのでよろしくお願いします。ということでね、 まあ、いつも通りね、最近ちょっと僕が、えー、動画作るときによくやってます。まあ、結論から申し上げますとというお話をね、してるんですけれども、じゃあ結論から申し上げていきましょうか。まあ、これはね、もう15分メンテが来ること分かってて撮ってるんで、もうあれなんですけど、はい。明日ガチャ来ますね。<laughs> はい。明日ガチャ来ます。ということで、まあ、これ今日の結論ですね。はい。明日しっかりとガチャが来ます。 まあ多分って書いてますけど、これテロップ作った時はまだね、正直メンテが来るかどうかっていうのはね、まだ把握してなかったので、多分ってちっちゃくね、右下に書かせていただいて、もうこれはこのまま出そうと思うんですけれども、まあ別に消してもいいんですけどね、もうこのまま行こうと思います。はい。明日ガチャ来ますね。15分メンテ入ります。というところで、まあ、そうなると、まあ気になるポイントね、さっきもちょっと触れたんですけど、あると思うんですが、 まあ、新規のガチャが来るなら何のガチャが来るのかと、まあ、選手追加あるのかっていう、この2つの2セットがね、気になるところだと思うんですけれども、まあ、15分メンテってなるんだったら、下はちょっとなさそうですかね。うん。さすがに15分でね、選手追加ちょっと難しいと思うので、まあ、下はないでしょう。うん。まあ、何のガチャが来るのかというところがね、虚名な話になってくるなというところで、ここでね、はい、把握していただいたと思うので、ここからは、 まあ何のガチャが来るのかっていうね、お話をちょっと掘り下げていきたいなと思います。ということでね、じゃあ早速、えー、やっていきたいと思うんですけれども、まあガチャの種類予想としましては、まあ年末年始からのこの指名となるので、まあ結構ある程度ね、まあみんなが喜びそうなやつを出してくるんじゃないかなと見込みまして、ここはまあダブルリトライが一番可能性としては高いんじゃないかなと思います。 まあ、大穴としては、まあ、TS 復刻があったりとかね。まあ、ただ、うまあ、わかんないですけどね、あるかもしれないですけど、うん、どうすかね。さ、まあ、その12月、ちょっと遡って言えば、マオブザマッチを結構絶命のタイミングで出してきた今年の梅さんだと、もしかしたらこの福袋とかでみんながパネストとか福袋で <laughs> 疲弊しているここで、あえてまた課金させようと TS 復刻をぶっかけてくるっていうのもね、まあ、ないとは言えないですよね。 うんまあ、それが正しいのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、ないとは言えないと思うんで、一応、覆わないそうとして、ちょっと端にちっちゃく、はい、書かせていただきたいなと思います。まあ、でも、まあ、ここまでね、まあ、年末年始付近からのガチャ、まあ、12月からここまでにかけてのガチャを見ると、まあ、お気に入り券がおまけのガチャは来ました。うん、まあ、あれも結構ね、なんかね、終年の時とかもなんか来てたような気がするし、まあ、あれはもう来ないだろうというところと、 まあ、リトライ系がね、来てないっていうのもやっぱありますし、まあ、あとはやっぱり J クラのガチャってリトライ系とか。で、まあ、もしかしたらクラちゃんと同時にあの EP リトライとかも来るんかなとか思いつつ見てたんですけど、まあ、それはなかったというところで、ということはまあ、別のリトライじゃないかなというところになると、まあ、ダブルリトライが妥当なんじゃないかなっていうね。はい。そんな感じがします。 まあもしかしたら、もしかしたらですねもう一個あるとしたら、えー、限定絡みのガチャがピックアップ、またなんか来るかもしんないですね。フォーカス7段かな、来るとしたら。か、まあ復刻絡めてくるかなんですけど、多分復刻もまあ15分メンテだったらなさそうなので、まあ今ある限定で多分勝負してくるんじゃないかなというところがあるので、まあダブルリトライでそこのピックアップか、まあでも第7弾は特にピックアップしてくるんじゃないですかね。もう16で終わりなんでね。はい。 まあ、デュエリストはまだまだね、まあ一応月末まであるので、まあそんなにピックアップされるかどうかっていうとちょっと怪しいですけど、まあ特にフォーカス7段欲しい人からしたらラストチャンスのガチャが来るんじゃないかなぐらいで、はい、思っておくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあその人としてね、僕は、まあダブルリトライガチャを、えー、一応上げさせていただきたいなと思います。まあ明日ね、更新開けて、えー、まあ15分しかメめんてないですけど、はい、15分更新ね、して、まあ結果見てね、また動画の、はい、あ、まあ、動画じゃないです。ガチャね。 ガチャの評価動画ね。を、えー、しっかりとね、作っていきたいと思いますので。まあ、ぜひね、皆さん明日、何が来るかというね。まあ、なんか結構 J クラって意外とガチャありますからね。うん。なんかあの、スクラッチのやつとかももしかしたらあるかもしれないですね。またね。うん。あれがもしかしたら結構な頻度で今後来るのかもしれないし、それの、はい、ね、第一発目として <laughs> 明日来るかもしれないしとかね。まあ、いろんな可能性本当にあるんでね。まあ、皆さん各々ね、どんなのが来るのかなとか。まあ、ガチャちょっと回したいなとか、フォーカスドプレイヤー第7弾。 ちょっともうワンチャンス欲しいなとか、まあそういう人がいるんでしたら、うん、明日ちょっと期待してもいいんじゃないかなと思います。まあ明日ね、まあメンテが入る時点でもガチャ更新が来ると思うので、はい、ぜひね、ガチャ楽しみにしてる人はね、楽しみに待っていてほしいなと思います。 ということでなんですけれども、まあ、あとちょっとね、まあ、付け加えてお話をするとしたら、ここからなんですけど、まあ、例えば16でさっき一区切りって言ったんですけど、昨年だったらま、TS がまた新しいのが来てたりとかしたんですが、 まあおそらくね、スパーを考えますと、例えばまあ16から23まではライベがありますよってなって、そこからまた1週間後に更新が来るってなると、そこの間に TS とかをぶち込んでくるのはちょっと考えにくいので、あるとしたら2月以降なんかなとかね、うん、そんな感じがしますね。まあただ TS 多分、まあ今出てるね、犬井上選手、香川選手で終わりではないと思うので、 まあ、2月、3月、4月のどっかで、まあ、空いて、空いた時にね、更新が、まあ、入ってくると思うので、まあ、限定のね、あの、排出期間とかも、まあ、もし TS とか気にしてる人がね、この動画を見てる中にいるんでしたら、そういったところもしっかりと見て、まあ、スケジュールね、しっかりと把握して、まあ、ここかなとかね、まあ、ある程度見立ては立てれると思うので、まあ、ぜひね、まあ、しっかりとね、まあ、そういうところからわかることもあるので、ぜひね、しっかりと今後ね、限定更新とか来た時は期間をね、 ちゃんとと見ていて欲しいなと思いいしな思ます、まあ、僕ね、ちなみにこれ余談なんですけど、<laughs> 無駄話になるんですけど、ここからね。うん。あのー、僕、最近、最近っていうかまあ、3ヶ月、4ヶ月前ぐらいですかね、からずっとカレンダーでずっと撮ってんすよ。あの、<laughs> イベント何が来たとか。まあ、それで動画のためでもあるんですけど、まあ自分のその考察のためでもあるんですけど、 まあ、意外とね、付けてみると分かることもあるので、まあ皆さんもね、ぜひね、もしよかったらね、辿ってみてほしいなと。なんか、残してお,いおくとね。まあ、おいおいなんかその自分のために役立つかもしれないんで、それぐらい J クラ中毒者の方がもしいましたら、ぜひね、真似してみてほしいなと思います。はい。本当に余談な話でしたけど。ということで、じゃあこの動画ね、以上になりますので、ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。